アルファをご覧の皆様、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。4月25日にお送りする朗読劇の、作品の中の職人の責任という作品もね、我々のメインキャストでございますけど、その中の、木山甲賀役の五木祭でございます。窓花役のゆうです。悪いことしちゃうよ、有本の南より南です。そしてもう一人、倉沢木原役の、ひどりさんがいらっしゃるんですけども、本日は諸事情でここにはいらっしゃいません。買い物に行ってます。買い物か、どこに行ったんだろうな。ヤオハンあたりだろうな。ヤオハン。そうや。あの本番当日はどんな姿で登場するのか非常に楽しみでございます。本番楽しみ。多分何も着てないんだろう。え、何も着てないんだろう。何も着てない方に俺は期待するよ。実際この職人の責任はどういう話なんでしょうか。ざっくり説明してください。ざっくり説明して。ざっくり、あれだよね、あの甲賀と窓花のすごい絡み合いが凄まじい、あのラブストーリーが展開する。そうそう。で、あのそれに知る俺有本、その三角関係に、はい、三角関係の話なんです。このキアラがどう介入するんでしょうかね。非常に楽しみでございます。はい、楽しみです。楽しみですね。BL 内容てんこ盛りでお送りする職人の責任、どうぞお楽しみ。お楽しみ。楽しみ。